ペンを磨くならスニーカーを磨け。どうもバスケットマンです。そんなあなたにはインニュアファイス大ってことで今日もやっていきましょう。今日始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ポン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 ポーンということなんですけども、今日はですね、あの伝説のシリーズを一挙に紹介させていただきたいと思います。行ってみましょう。レッツティップ。ってことなんですけども、今日紹介するですね、あの今世界中で話題なブラックヒストリーマウスモデルを一挙に紹介していきたいと思います。ブラックヒストリーマウスモデルなんですけども、まあ、めちゃくちゃ出てるわけなんです。最初はちょこっとしか出てなかったんですけど、ある時から鬼のように出すようになって、まあちょっと今日紹介するのは、まあ、ジョーダンと、まあ、バッシュ系かな、まあ、ダンクとかエアマックスとか出たりとかしてるんですけども、ちょっとそこは省かしていただいて、今日はですね、さっきも言ったようにジョーダンとバッシュ系だけ紹介させていただこうと思います。ブラックヒストリーマンスっていうのは何なのかって言ったら、確かね、1926年に、まあ、黒人の歴史を、まあ、勉強しましょうという習慣を作ったんですけども、それが2月ということで、で、その2月がなぜ選ばれたかっていうと、有名なリンカーンの誕生日だったり、フデリック・ダグラスの誕生日だったりすることで、2月の2週目をブラックヒストリーマンスということで設定したわけなんですよ。そして、それがね、ナイキと、まあ、一緒にやることになるんですけども、それがね2005年から始まるんですね。で2005年、一番最初に出たブラックヒストリーマウスモデルはエアフォースワンロー、白赤のやつなんですけども、でかかとに赤黒緑の、ね、国旗みたいなのが入ってるやつなんですけども、それは何なのかって言ったら、アメリカの社会のアメリカの社会連合の旗かな。基本的にブラックヒストリーマウスモデルなんで、アフリカ系の方々の国のなんか国旗とか色とか、まあ、ラスタカラーに近いものを、モデルにしてる色のスニーカーが多いんですけども、まあ、ラスタカラーって言ったら赤、黄色、緑かな、なんですけども、そのかかとのやつは赤、黒、緑かな。で、さっき言ったように、それがアメリカ社会連合の旗ということで、その旗のマークがかかとに入ってるエアフォースワンロー、白赤のやつが2005年、一番最初に出たモデルですね。そして、2006年もエアフォースワンローが出るんですね。それも、前回出たやつの黒バージョンじゃなかったな。で、またかかとに、赤、黒、緑のさっき言った連合の旗があるやつで、まあめちゃくちゃかっこいいモデルですね。で、その時はまだね、なんかね、まだ一型ぐらいしか出てなかったですね。毎年毎年。確か。で、2007年はね、エアマックス90が出てて、それは茶色のやつですね。なんかね、ちょっとチェックアラ、モノグラムみたいな感じで、まああんま全然イメージないんですけど、僕も。で、2007年モデルがエアマックス90。そして2008年、またエアフォースワンローが出るわけなんです。それもね、茶色っぽいやつなんですよね。茶色っぽい、まあ、まあ黒人の方をイメージして作ったのかな。ちょっと僕その辺詳しく分かんないんですけど、茶色いやつが出てて、そして2009年もエアフォースワンローが出るわけです。それも黒で、インソールが赤いやつなんですね。まあやっぱちょっと赤、緑、黄色とか黒のイメージの、まあ、モデルが多いのが、まあ、ブラックヒストリーマウスモデルの特徴なんですけども、で2010年からいきなりブワーってね、ブラックヒストリーマウスモデルめちゃくちゃ増えるんですよ。なんか今まで一型しか出てなかったのに、その2010年からはね、黒金のモデルが結構出てて、まあ、エアフォースワンローもあったかな。そして、ここで初めてじゃないかな、ジョーダン3が出たんじゃないかな、黒金。結構かっこいいやつ。そして、コービーとかあったりとかして、全部で、5型ぐらい出たんじゃないかなって記憶があるんですよね。そっからいきなりちょっとね、ブラックヒストリーマウスモデルがこうでかくなってった感じですね。そして2011年も黒金のあのモデルが多かったですね。それはね、結構ね、バッシュがメインだったかな。コービー6とか、ハイパーダンクとか、あとショックビビーとかあったりとかしてて、まあそこからね、ちょっとね、エアホースとか、エアマックスとかじゃなくて、バッシュとかにも、まあ、BHM がちょっとずつ、ね、こう浸透していった感じなんですね。そして2013年モデルは僕が持ってるスパイジークモデルですね。はい、ということでこれが2013年モデル、スパイジークモデルということなんですけども、この頃はまだなんか箱になんか BHM とか書いてないんですよね。なんか普通はね、こう BHM って書いてあるんですけど、この頃はまだ書いてなくて、まあ、一応ここの、ここにはね、BHM って書いてあるんですけど、書いてあるね。はい。これが2013年モデルね、スパイジークの、テニスボールの、テニスボールの生地みたいなやつなんですけど、これね、めちゃくちゃ、
レアだったんですよね。まあ人気はなかったんですけども、足数はめちゃくちゃ少なくて各1ぐらいしかなくて、それも 25.5 から28各1ぐらいしかなくて、でも並んでるのは僕とあと2人ぐらいしかいなくて余裕で買えたんですけども、はい、思い出のある BHM ですねこれ。はい、でまあインソールね、カメランソニーの成分なんだけど、カメランソニーは逆側にいますね。はい、逆側がカメランソニーでしたね。よいしょ、もうこれも2013年か。はい、こっちかな、カメラ、あ、こっちでしたね、カメラ。はい、カメラ色、よいしょ、あ、いるね、7番ね。はい、これが2013年モデルなんですけども、この他にも2013年モデルは普通にジョーダン1の BHM、 あの黒じゃないな、なんだ、ちょっとパテント、いやリフレクター黄色みたいなやつとか、あとはエアホースマンハイとか、まあ、エアホースマンルナローとか、まあ、あとはエージョンはストラップとか結構出ましたね。あとケビン・デュラント、カイリー、普通にレブロンとか普通に出てて、もうかなり盛りだくさんな感じでしたね。これがでもね、2013年で出たやつではスパイジークと、あれでもそんななんか日本で出たイメージは僕は持ってないですね。そして2014年もめちゃくちゃ出て、それも時もね、確かね、ジョーダン1とか、なんか金と赤紫みたいなやつだったかな。あんまり今市場には見ない、全然そう見ないな、全然そのジョーダン。あとはエアホース1ハイとか、あとエアマックス1で、あとはなんか黒紫のレブロンとケビン・デュラントと メロもあったかな、でクリス・ポールもあったかな、クロムスちょっとねドスぐらいです。で前の2013年も、KD とかカイリーあったんだけど、それはなんかね民族カラーっぽいやつで、今回のはなんかクロムスだけでちょっとなんかねなんかグロテスクなやつだったかな、ちょっと違ったらすいません申し訳ないんですけども、まあ、ただそのさっき言ったジョーダン1もあんま見なくなりましたね。で2015年なんですけども、2015年はなんかねリーク画像がバーって上がった時に黒白のモデルが結構多くて、めちゃくちゃかっこよくて、で結構な種類が日本でも出てて、普通のバスケットボールショップでも売られてて、でその中でもやっぱ人気だったのがジョーダン1のこいつのレディース持ってないということなんですけども、レディースね、これの、ね、逆バージョンなんですけど、これ結構ね昔話題だったんだよな。でまあ今みたいになんか争奪ってわけじゃなかったんですけど、こいつ速乾だったイメージあんだよな、俺のイメージでは。いや速乾だったはずで、単にやっぱ BHM って書いてあって僕は結構好きなんですけど、まあ、さっきも言ったように、まあなんだろうな、レディースの方が可愛いっすね。ちょっと黒しちゃってて、こっちがまあこのカラーで、ここが黒の方が僕は可愛いなと思って見てるんですけども、はい、いいっすね、全然、まあ、めちゃくちゃ綺麗ですね。まあ結構争奪だったイメージがあるんですけど、こいつはこいつだ、こいつとこのレディースだけ、他はちょっとまあ普通のバッシュに比べたらめちゃくちゃなくなるの早かったんですけど、これに比べたら全然、まあ、残ってたんですけど、こいつとレディースはマジでほんと速乾だったイメージありますね。で他もレブロンとか、ケビン・デュラント、あとカイリーとかいろいろあって、あとはハイパーダンクとかあったかな。いやほんとすごかったんですよこのモデルは。でそこでうわ、ブラックヒストリーマンズモデルめちゃくちゃかっこいいじゃないかってことで結構ね話題になったんですよ。もうこれほんとね、レブロンとか KD とか、あとコービーもあったかな、コービーとか、そういうそれ以外はほんと速乾しましたね。まあ言ってもゴールデンサイズは結構なくなるの早かったイメージがありますね。でじゃあ次のブラックヒストリーマンズモデルどんなのが出るんだろうってね、2月の2週目っていうことなんで、2月をみんな待ち遠しく待ってたわけなんですよ、次の年の。したら2016年でちょっと俺はがっかりしたんですけど、民族柄のなんかジョーダン1とかエアホース1ハイとか結構あって、でね、まあ知ってる方いると思うんですけど、ちょっとね、まあわかる、黒人の文化なんでちょっとね民族っぽい、アフリカの民族柄みたいな感じになってて、ちょっとね、まあ僕はちょっとね、うわーこれ難しいなーと思って買わなかったんですよ。ちょっとなんかここら辺ペロペロしててね、なんかね、まあ、ちょっと画像が出てるから分かると思うんですけど、ちょっとそこで僕はね、いやこれ履きこなす自信はないなってことでスルーしたんですよ。それでそこでなんだよブラックヒストリーマンズモデルみたいになっちゃったんですよね。でその次の2017年になるわけなんですよ。はい、そして2017年なんですけども、ここでね、まだ、ね、ちょっと盛り返すのかな、エアージョーダン1の黒金が出るんですよ。確かね、スウッシュのとこがねマジックテープになってて、取り外しできるやつじゃなかったかな、確か僕の記憶が正しければ。で黒金とか出てて、あとエアホース1の金黒かな、あとは、まあ、レブロン14、カイリー3でね、
と、エアホースワンのゼブラみたいなやつみたいのが出てて、ちょっとそれで、あ、またブラックイーストリーマンスモースかっこいいなってなったんですね。その黒金のジョーダン1は、いや確か結構速乾に近い状態で終わっちゃったんじゃないかなと思うんですよ。でまたちょっとね、次のブラックヒストリーマンズモデルを待ちましょうってなって、2018年来ました。エアージョーダンはフライニットのあのこうこの靴があるよね、このね3つにカラーが分かれてるやつ、あの赤と黒と緑のやつのフライニットってことなんですけども、でちょっとまた難しいなってことで、確かそれは売れ残っちゃったんじゃないかな、僕のイメージでね。あとは普通にいつも通りバッシュが出るんですよ。カイリー4とか、ケビン・デュラント10とかレブロン15とかね、確かだ。それでまたちょっとブラックヒストリーマンスモデルのまああの人気がねちょっと下がった記憶が僕の中ではありますね。はい、そして2018年からまあコンバースのブラックヒストリーマンズモデルが出たりとかして、まあ他のブランドもちょこちょこねあの出すようになってきたんですよね、この頃から。でこれはね AJ1 また出たんですけど、ジョーダン1のあのイクオリティってやつですね、黒白。これはね速乾でしたね、僕買えなかったですね、やったんですけども。だけどもう一個ジョーダンが出てて、それがジョーダン2の黒なんか青なんかちょっと民族柄みたいなやつはまあ結構の間売れ残ってましたね。それは普通になんかセールとかにもなってたんじゃないかなって思うんですよね。あとは普通にレブロン16とか、それもなんか2と同じ柄のやつかな。あとあここからですね、ポールジョージ PG とか、まあ、出たりとかして、あとデュラントカイリーエアホースマン、まあいつも通りですね。それが2019年モデルかな。そして2020年はまあジョーダンはローかな、なんかあの蛇柄みたいなやつが出てるんですよね。そしてエアホースワンローのなんかすげえ派手なやつ、あのなんかヒゲみたいな、なんか寿司ラインにこう糸が垂れてるやつみたいなやつとか、エアマックス90とか、まああとはケビン・デュラント12とか、あとなんかまあバッシュはレブロン・カイリー普通に出ますね。あとあフリーク、あのヤニスのフリークマンかな、こっから出てる感じがですね。そして2021年が、まあ、ダンクローとか、まあいろいろカイリーセブンとか出てるんですけども、まあブラックヒストリーマンスにはすごい、世界中でね、ブラックライスマターってことで話題になってるので、まあ一気にここで今日は紹介させていただきましたということで、まあザラッとなんですけどね、まあなんか一時期から種類が増えちゃって、一気に紹介するのがちょっと難しくなりましたね。まあ抜けてるやつが何個かあると思うんですけど、僕は、まあ基本的にNBA とかが好きなんで、バッシュとか全般に紹介したんですけど、もまあ普通にあとはなんかエアマックスとかも出たりとかしてて、あとダンクも出たりとかしてるんですけど、ちょっと省かしていただいて、まあバッシュとジョーダン全般に今日は紹介させていただきましたということで、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.